新州 の, あ の, 本願寺派のお寺さん の, あの立派な本堂で、まず少量も立派なんですけども、ここへぐらい回ってもらいましたのは、これご覧のように、ね、竹やぶなんですけども、昔中世このここにあのお城があったという言い伝えがございます。伊勢内町のところ領主は竹馬さんという武士の部の村とか、まあ松竹梅の地区の前もありますけど、そういう豪族がここにいましてね、ここに城があったということになってます。で、ここは見えませんけど、あのその辺にあの日光山で、日に向かう山とかで日光山という山がもうじき見えるんですけども、そこに宮城台があって、このここにお城があったそうです。細かいな、思われますか。で、そういえばこのここに土塁とかね、空堀の跡があるんです。そこまでは別にあの綺麗になってますし、迷うこともございませんので、そういや、ここが土塁で、ここが空堀の跡かいなというのが、痕跡が残ってますので、で、ここをここまで来ますので、ちょっと見てもらうのと、で、ご案内しました。右はまだ、まだ、いやいや、私が先に行きますので、何メートル？水系のこのとこまで来へん。うわぁ、マジか。うわぁ、すごい竹葉。ここが空振りがあるんでね。ああ。どうぞどうぞ。何でこう言ったら。竹の子かぶしてもらう。代わりに取って帰ろうと思って。はいはいはい、ほんまや。これあとは食べられて。この後で小さいのが美味しいから。ここにも出てる。これぐらいやったら食べられる。ほんまや。どうぞどうぞ。このぐらいの猫が美味しいと思うんだよね。あの頭ちょっと出てるやつ。ぐらいの猫が。滝山城跡というあの土塁とか残っているところがございますので、また改めてその日光市の城跡の方にもね、なかなか面白いと思いますので、また、ね、大丈夫です。